俺は谷原翔介、一応仮名だ。8時30分か。この時間ならまだまだ戦闘だな。俺はいわゆるパチンコの専業者で、巷ではプロなどと呼ばれているものだ。昨年の稼働日数は302日で622万の収支を上げたが、一昨年よりも150万以上減額だったのはご愛嬌だ。ボーホール、今日のイベント名はスーパートレジャーハンティング。つまりイベント札の刺さった台の中にお宝台が隠されているというイベントだ。イベント台は12台か。速攻で札台を抑えないとあぶれる可能性もあるな。有料台を確保できなかった場合はあのホールを優先にするか。冒頭で俺たちのようなパチンコ専業者が巷でプロなどと呼ばれていると言ったが、専業者というものには巷の人間がプロとしてイメージするような華やかさは欠片もない。やっていることは地を這いずり回って有料台を探し、泥水をすするような感覚で稼働率を上げ、ただただひたすらパチンコ台を回し続けて期待収支を上げていく。そうして出した結果こそが俺の年間収支につながっている。そんな専業者をヒーロー視するような雑誌や作品も多々あるようだが、俺から言わせればそんな話は嘘くさくてお話にすらならない。社会的な信用を捨て不安と隣り合わせの生活になることこそが専業者であり、そこには家庭的な幸せなんていうものは一切ない。もちろんそんな不安定な生活でも構わないという既得なパートナーや子供がいれば別だがな。俺が専業を選んだ理由はただ一つ、何のしがらみも持たずに自分一人で稼働して得られる高収入。そうでなきゃリスクと隣り合わせのこの家業はできないからな。8人か、微妙な数だな。9時オープン。さすがはスーパートレジャーハンティング、本当の意味で宝探しになりそうだぜ。俺もこの家業について長いが、昨年から始まった平成不況は確実にホールのサービスに影響しているようだ。現に一昨年と比べても超有料台と呼ばれる公開店台を確保する率はかなり減ってきている。今回のイベントもこのありさまだしな。お、このミニミニモンスター、命釘がかなりのプラス調整になってるな。とりあえずこの台は確保しておくか。他の台もチェックだ。ホールチェックはホールがサービスする確率の高い台からチェックしていき、最終的にはホール内の機種全てをチェックする。それはより高いレベルの台を打つために絶対に必要なことで、ホールのミス調整や隠れたお宝台を発見することもあるからだ。ホールがサービスする機種をチェックするのとともにホール全体を見渡す。これがホールチェックの基本になる。俺がホールを選ぶ基準の筆頭はチョダマサイプレイのできるホールだ。それは持ち玉でプレイできれば打つ台は10日のボーダーに変わり、換金差があればあるほど高回転で打てるチャンスが増すということになる。特に最近のように渋いホール状況でのチョダマサイプレイは役に立つ。例えば3円換金の大海スペシャルで22、3回転あれば余裕で日当が出ることになるからだ。結局先に抑えたミニミニモンスターを超えるような台がないと判断し、チョダマサイプレイ機で500発下ろしてからミニミニモンスターに向かった。俺の立ち回るチョダマサイプレイが可能なホールには常時3万発以上のチョダマをしてある。どんな状況に陥っても常に稼働しておくことはパチンコ専業者にとって大切なことだからな。つまりパチンコ専業者は稼働が命ということだ。このホールは3円換金で無制限、チョダマ2000発までは手数料無料で下ろせる仕組みになっている。そして俺が下ろしたチョダマ500発で回した回転数は46回。2000円分の投資額としては持ち玉の10日ボーダーは余裕で超えてるし、3円換金のボーダーも超えている。移動してこれ以上の台に巡り合わなかったことを考えればこの台で打つのがベストだ。チョダマはあと1500発も使えるしな。チョダマのうちに当たりが来れば有利な展開で1日打ち切れる可能性もある。現金投資になったとしてもボーダー値よりは3回転も上だ。この台で決まりだな。
俺は基本的に安定した出玉が得られる機種での稼働を中心に考えている。それは取りも直さず出玉のない当たりがある機種や実質大当たり確率の辛い機種を避けた方が安定した稼働をしやすいからだ。しかしチャンス時期や出玉の安定した機種を見つけられないときは、薬物系連チャン機、バトル系爆裂機も普通に打つ。とにかく稼働するということがパチンコ専業者には必要不可欠なことだからだ。ああ2時か、相変わらずのアマちゃんぶりだな。やっぱりこの時間帯だと有料台は残ってないよな。ん？うわっ！いや、今日はアマデジのミニモンを打っているんだね。今の時間から稼働開始とは市場プロさんは優雅だわ。うん、明日のためにも今日はホールチェック優先にしようと思ってさ。アマちゃんはアマちゃんなりに頑張っているってことだな。上を見すぎていると足元がおろそかになるぜ。ありがとう。でも僕は僕が今までやってきた立ち回りを信じてこれからも上を目指すよ。谷原君に負けないように頑張るね。じゃあね。助言無視かよ、アマちゃんのくせに生意気な。この不況でホール状況も最悪の中、夢のような回転力を追い続けてホールをさまよってるなんてアホだぜ。3円換金ホールで CR 大海物語スペシャル MTE を例にすると、1回の大当たりでの平均出玉を1410発とし、打ち出しや保留待ちのタイムラグを一切ないものと仮定して、必要な1000円あたりの回転力を26回転以上とし、持ち玉で8時間回し続けた場合を通常回転数3000回とした時の大当たり期待値イコール約30回。大当たり期待値は高くなるが、回収時期や平成不況と呼ばれる今の時期はそのような高回転の台をつかめる率が少なくなる。必要な1000円あたりの回転力を23回転以上とし、持ち玉で8時間回し続けた場合を通常回転数2650回とした時の大当たり期待値イコール約 26.5 回。大当たり期待値は星沼よりも少なくなるが、回収時期や平成不況と呼ばれる今の時期でもそれなりの回転数の台をつかめる率も高く、安定した稼働を見込める。今はどれだけ稼働時間を増やすことができるかが課題だ。夢のように高い回転力を求めてる時期じゃねえんだよ。谷原君に負けないように頑張るね。あんなアマちゃんの市場プロなんぞに負けてたまるものかよ。俺は金を稼ぐために社会的信用を捨てて専業になった。だから甘いことなんか言っちゃいられない。誰が何と言おうとそれが俺の生き方だからな。この話マジです。